ありがとうございました。申し訳ない。まあ、ちょっとだけ喋らせてもらっていいですか。やっと、引退されて2年も経ちましたけど、やっと声出し応援会認められて、引退セレモニーに声出しできなかったんで、改めてこの場でやらせてください。そして、池さんは、まあ、引退されてますけど、まあ、クラブに今いますし、キラバンズは、まあ、J2 にいなきゃいけないと思うんですよ、せめて。で、結局はいつかは、やっぱ J1、一緒に池さんと一緒に行きたいと思っているんで、その夢に向かって池さんもこれからもよろしくお願いします。自分のことをそうやって思ってくれるなんてやっぱ幸せですよね。はい、本当にありがとうございます。今自分はクラブに残って評価という仕事をさせてもらってます。これからチームが結果を残していかなきゃいけないですし、本当に、今日、大河が来てくれたように、みんなの声援が本当に大きな力になってます。ただ、やっぱり、もっと厳しい声も必要だと思います。選手たちには、皆さんの、言葉、本当に刺さるんです。どんな状況でも支えてくれる皆さんの力が、本当に大きいので、そうだね。引退した時もちょっと話をさせてもらったんですけど、本当に自分も支えられて何度も這い上がってこれました。だから選手たちに今本当にきつい時期だと思いますけど、支えてあげてください。厳しい言葉もどんどん言ってあげてください。それで響かない選手は長くここにはいないと思います。響いた選手が残ってくれると思います。そうやってチームが強くなっていくと僕は信じます。だから皆さんも本当にこんな順位にいるのは応援をしてて辛いと思います。でもこうやって強くなっていく、変わっていくクラブを僕も強くなっていくように支えていきたいし、皆さんと一緒に這い上がっていけたらと思ってます。なので長く応援を続けてほしいですし、本当に離れたいと思う試合、思うシーズン、そうやってあると思います。でも一緒に乗り越えていってほしいです。そうやって変わっていく姿を見ていってほしいです。2年自分は離れて皆さんの姿を見てきて、
今日の姿も見て、本当にチームはクラブは幸せだなと思いますし、なので僕はっていうか本当クラブもチームもみんな感謝してると思うので、してます、絶対してるので、ついてきてください、お願いします。Thank you.